はい、どうも、はい、楽しい週間の時間ですよ。ありがとうございます。いや、やばいね、今日初、うわ、すげえ、めっちゃ暑いわ。くっつけてままにしとこう。ダブル弁当でございます。お久しぶり、あ、お久しぶりでもないか。ダブル弁当、あっち、まあ、傾けたらこれこぼれるな、危ねえな。あー、どっちにしろダメだ。ごめんなさい、もう行きます。もうごめんなさい。ダブル弁当、スンドゥブチゲ。こっちは、なんか名前忘れたけど、美味しそうなやつです。ありがとうございます。またまた今日も、ラットさんからいただきました。どうかなし。そして、浅草天才焼きそばニューコードで販売しております。そんなあなたに、アルコール飲みたいけど今日運転だとか、ね、味はしたいけど、ちょっと今日は控えめにしたいと、そういう方におすすめの、ノンアルコールビール、非常に美味しい。そんなあなたにクラスターラでございます。さあ行きますよ。はい、乾杯乾杯乾杯。気に入っております。ちょっと待って、これ何、これおい、知らんかったぞ。めちゃめちゃ好きなパターンです。めちゃめちゃ好きなパターンです。もうこれ米だけいっちゃうぜ。ありがとうございます。混ざってる系です。米混ざっ、白いやつのことだから、やったぜ。いただきます。うわ、ナシキン好きだぜ。あざす、あうま、うん、好きなのよ、このもち麦、もち米、オーマイ、なんていうんだこれ、もちきび、もち麦、そうそうそう、うん、好きなんですよ。うん、辛い。辛い。うん、スンドゥブチゲ辛い。スンドゥブチゲ辛い。はぁ、おいしい。あ、おいしい。うん。あ、白おいしい。キノコも美味しい。あ、辛い。これ普通こっちに行くやつなんですよね、きっとね。でも僕はそっちに行かないんです。あかあかあか、うん、取られるのが嫌だから辛い。いいぞ。これめちゃめちゃおすすめ。やばいな、時代だね、時代ですね。昔から出てきたばっかの頃のノンアルコールから、ノンアルコールビールなんてもう本当になんてって時代でしたから、飲めたもんじゃないと。
今は違うよ。さすがドイツ、さすがドイツです。しっかりしてる。ちくわが好き。あー、ちくわいいね。ちくわいい。いや、ローソンいいね。おお、おいしい。あー、これちゃんと見とけばよかった。しかし、ちくわと酒入ってこのだしご飯っていうか炊き込みご飯っていうか贅沢でしょこれ。うん、炊き込みもいいな。工夫されてるね。偏らないように、そういうことでしょうね。これはね、このこういうのはこういうのなんでこうなのかって考えるの好きなんですよ僕。うん、これもいい。意味なくこうはならないはずだから、偏りを防止してるのが多分一番有力、有力というかじゃないかなと思う。すごい。製造工程のなんちらかんちらっていうのももちろんあるでしょう。このプラスチックが、プラスチックがね、生成する、成形するときにこういうのがあった方がっていうのまああるでしょ。あとは、ん？重ねやすいかなと、からかなと思ったけど関係ないな。シールが貼ってるから。重ねた時にずれないようにっていうことかなと思ったけど違うね。まあ名前こっち書いてるわ。三陸産鮭塩焼き鮭のっけ盛り弁当、ありがとうございます。前もいいね。魚が好きなんですよ僕は。明快っす。明快。かわいい。まいったなこれ。目薬なくなりそうだもん。目薬が。相当いいね。相当いいね。いや、おっしゃった。ということで、スンドゥブチゲのやつと、
三陸鮭ののっけ、卵ののっけのやつ、ラットさんからいただきました。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おばあちゃんと、おやすみなさい。